やっぱり攻めの葉月くんもちゃんと嫉妬とかするんすよ年下ですもんねん <music> こんにぃちるちる,ちる商業 b ルレビューサイトちるちる記者の綱吉とほぐしみですえー、本日紹介する作品はこちら、えー、<music> ひじき先生の嫌いでいさせて三巻です 三巻なんですね。はい。<laughs> ここがポイントです <laughs> <laughs> ポト。ポイント皆さん、僕こポイントだと思って。このシリーズね、えっと、うん、ご存知の方多いかと思うんですけども、ドラマ CD 化もされていて、うん、すごく人気作で、で何冊も出ておりまして、その中でもちょっと私はこの三巻が大好きなので、<ー>ちょっと今回紹介させていただこうと思いまして。楽しみですね。<laughs> オメガバースでちょっと子育てとかも入ってるんですけど、読むけって読まれます？そうですね。読みはするんですけど、うん、あんまりその なんかオメガバースだーって言って買う、あれではないかもしれないです。<laughs> ああ、なるほど、なるほど。いや、そういう方でも、特になんかこだわりとか持ってなくても、私は本当に店頭でこの表紙を見かけて。うん、あ、なんか、えー、綺麗やん、子供おるやんって思いながら、ただそれだけで欲望のままに買ったので。<笑><笑>こう、ちょっと、ちょっと手出してみたい人にも、結構おすすめかなと思っております。いいですね、じゃあ、早速やっていきましょうか。<laughs> ということでこちらこ12巻を終えて3巻に至るまでにま,まずこの主人公の2人、えー、と攻めのこの白色のね髪の方なんですけどもこちらの方が高校生から大学生になりまして葉月くん、えー、という結構背も高めででもあんまり口数も多くないけどもうなんかザイケメンな。 もう言動をする感じの方です喋ればもうイケメン仕草がっていうだからこう学生時代ももうイケメンでしかもえっと攻めなのでアルファなのでやっぱり周囲からも一目置かれる存在というかすごく人気のある感じでハイスペック<ぜ> <laughs> 絶対かっこいいやつじゃないですかそうなんですよなんか全てを兼ね備えてて、はい、めっちゃ、まあとりあえず性格もいいですし<え>まあまず私は彼がもうすごく好きですめちゃめちゃいいですはい で、えっ、ー、と、こちらの受けの方の黒髪が、えっ、ー、と、こちらの方ですね。直人さん、ええー、受けの方が年上で。 出会った当時高校生とその高校で働いている用務員さんというか<お>そういう関係で出会いまして<ー>なのでまあ年の差もそこそこあってただこのナツさんが結構可愛い感じ童顔っぽい感じなので <laughs> もう特に読んでる時も年の差を感じるというよりかはなんかただひたすらにもう受けが可愛いとかオメガバースなのでその辺のちょっとセンシティブな話だとかもすごい感動しながら読めた記憶があります。うんうん、おすごいい可愛らしい そう, <laughs> そうなんですよでもやっぱオメガっていうところもあるので <laughs>、うん、ちょっとその自分自身のその悩んでる部分もあったりして<ー>でそこをこうハズキん、セメノハズキんと一緒に乗り越えてきたりだとかいろいろありましてこの3巻に至ってるんですよ、はい、おで3巻はどういう感じの話がメインなんですかはい3巻になりますとこの2人の間に、まあ、子供がいているんですけどももともとハズキ君と出会う前からいた女の子の子供 <laughs> しずくちゃんは <laughs>、えー この直人さんがもともと連れて1人で育てていた子供でそれに加えて2人目の男の子も生まれておりまして、はい、これが湊斗くんっていうめちゃくちゃ可愛い男児が生まれてるんですよ。はい、<laughs> おめでたいこ<で>、ね、の男児をこの2人が溺愛するっていうところももう見慣れた光景になってきたりもしまして。の子供2人と、えー パパ2人でこう大事に育ってるんですけども、うん、3回になるとさらにこう新キャラも増えてきまして女の子の方のしずくちゃんが通っている小学校の先生たちがちょっと出てきましてんか広がるんだってちょっとびっくりしたんですけども <laughs>、はい、先生の中でもアルファセを持ってる方、うん、オメガ持ってる方がいてその2人がこうめちゃくちゃピュアな恋を始めて <laughs> それ この3巻で読めるのでなんか先生同士のピュアな話をまさかこの嫌いでさせーサの中で急にちょっと読めるとは私は思ってなかった <laughs> 子育て BL に引き寄せられて読んだらまさかのなんか横からすごいピュア BL に殴られた感じですごい。 良かったですいいですすいいねそのやっぱりこう缶が続いていくことによって時間が進んでいくとやっぱりその登場人物から周りのどんどん新しいところも知れてっていうところは魅力ですよね。はい,はい,はい、いや本当によくってうん、うん、でその関わってくるキャラクターも増えることでやっぱオメガバースなので一個問題乗り越えてもなんかまた新しいの出てきたりするじゃないですか。そうでですねそれがこの3巻でもやっぱりあったりしてこのしずくちゃんもどんどん大きくなってきたのではい、はい、そうするとまた今度子供の方の 第二次世も関わってくるというか,そっかまだちっちゃい頃ってこうオメガだとかアルハラだとか分かんないっていうのがあると思うんですけど、はいはい、大きくなるとこう学校で「あなたは何世です」みたいなのが言われたりとか、はい、そういう話にもなってくるのでそれをこう家族、はいはい、みんなでどう乗り越えていくのかが。 あーなんかもう泣けましたそう普通のそのアルファ・オメガの話だけじゃなくてうん、うん、やっぱそのこう成長していく中での葛藤っていうところが結構見られるっていうの珍しいですね。そうななんですよんかこう家族でこう家族が描かれているオメガバース作品だからこそこういうのを読めるのかなって思いますしこの「嫌いでいさせて」はやっぱりこう。 直人さんと葉月くんが2人ともすごく辛い思いをしてでも結局運命とかいろいろ置いといて結ばれたっていうすごい劇的なストーリーがあって今ここに至ってるので、はい、なんか全て読むと読んでるこっちもめちゃ納得させられるんですよ。ここれれれまでがあっったから、はい、そはうやって幸せにななるよなみたいな納得感のあるストーリーがずっと続いていくので私もシリーズとしてめちゃくちゃ楽しみに。 この三巻の後もね続いてるんですけどもそこも楽しく読み続けられてるのかなと思いますはいでこの作品の中での一押しシーンなんですけども、はい このえキャラクターが増えたことで直人さん受けの直人さんに関わってくる、うんえー、人物も必然的に増えてくるわけじゃないですかそうなるとこう今まですごい幸せそうな家族ラブラブって感じで話したんですけどもやっぱり攻めの葉月きくんもちゃんと嫉妬とかするんですよ。 男でめっちゃ気になるんでですよ可愛いも直人さん的にもしゃらなきゃいかないじゃないですか生活していく中で仕事もありますそうですよでなんかある時直人さんが本当にタイはないんですけどもちょっと他の男性というかさっきお話ししたまた別のカップリングの方のオメガのオメガ同士で話をしてその内容はお互いの悩みの相談だったりしてすごい大事な。 これはそれで大事な悩みだったんですけどもノ、はい、メが同士が話してる様子をちょっと遠目から葉月んが見つけてしまい話してる内容もよくわからないし、はい、相手もなんかまた別の男と喋ってるみたいになっちゃって<ー>ちょっとそこでグ,グググって感情が高ぶって、はい、で、もうそのまま直人さん引っ張って家帰るんですよ。<ー> <laughs> なんかその葉月くんって結構聞いてるとハイスペで結構こううも、うん、なん好きがない感じですけどうん、うん、なんかその受けのことになると <laughs> 結構行動に余裕がなくなっちゃうのが可愛いですね行動に余裕がないっていうのを葉月くん以外みんなあの分かってるんですよ <laughs> なかなか子供のしずくちゃんも結構そこ分かっててやっぱり自分の大好きなパパがすごいなんか 悪くなったたりり喧嘩したりするのが嫌っていうのもしずくちゃんすごく思ってるので、うんうん、お二人がちょっと険悪なムードというか嫉妬を超えた何かにきそうになったらしずくちゃんめっちゃ賢いんで <laughs> それを察して。 じゃあちょっとしずくは先にちょっと他のとこ行ってるから二人で話してみたいな、えー、大人すごい、はい、一番できるコラ <laughs>、はい、絶対この作品にしずくちゃんいなくてはならない存在 <laughs> 本当にそうですねいい子ですねめちゃくちゃそのいそで,でいい子に育ってるのもやっぱり直人さんの育て方だったり、はい、はずくんが愛情注いでたり、はい、いろいろあると思うのでなんか子供がいい子に育ったりそれ可愛い,いって思えるのって やっぱり親2人がすごくこれまで努力していろいろ苦労して育ててきたからかなっていうのも読みながら感じるのでなんかそういうすごい多方面で萌えが摂取し続けられるのが子育て BL の良さかなと思っています私は。<laughs> 花吉さんね、<laughs> 子育てビールお好きってことでめちゃめちゃ好きなんですよ <laughs> これを機にね、ちょっと広まってほしいですね、はい、いや、ほんにおすすめですなんかこれまで子育て系読んだことないって方でも、はい、この嫌いでいさせては結構読みやすいですしうん、うん、シリーズとして続いてってあとオメガバースなのでこう、オメガバースとしての設定がすごく自然に子育てとやっぱり結びつくのでうん、うん、違和感なく読むことができるかなと思います はい、最後にこれまで紹介してきたこちらの作品のまとめです。でまあ紹介してきた通りめちちゃくちゃ光ですすごい読みながらずっと癒されまくるので <laughs> あとはまあ、先ほど言った通り <laughs> 子育てビール初心者の方にもおすすめというところでこう私自身は子育てビールが好きだからこの作品を選びましたけども、うん、もうそれこそほぐしみさんにねこれをこのまま渡って <laughs> <laughs> おす,すめしはいちょっとあの今3巻ってことだったのでちょっと一から読んでいって是非 <laughs> その綱吉さんおすすめの3巻を読めるように、はいはい、早く読みたいなと思いまして是非読んでいただきたいです、はいはい、ということで今回は「嫌いでいさせて3巻」を紹介させていただきましたえ概要欄にこちらの作品の紹介ページ、えー、リンクを貼っておりますのでそちらも是非チェックしてみてくださいそれではバイチルバイチル